弦楽四重奏曲第1番に単調作品7は、アルノルト・シェーンベルクが1905年9月26日に完成させた弦楽四重奏曲である。1897年に完成した二町長の四重奏曲の後に作曲された。この作品は、ペレアスとメリザンドや、清められた夜といった一連の初期作品の一つで、無調や十二音技法に至る前のものである。 1903年から1906年にかけて作曲したペレアスとメリザンド、弦楽史重奏曲第1番、室内公共曲第1番はすべて従来の、そなた形式を単一学章という枠組みに包含したものであり、その手法はそれぞれ違うものの、全作品とも一つの主題を統一するという理念に則っ,っており、循環形式を発展させた作品と言える。 初演は1907年2月5日、ウィーンにおいて、路税弦楽四重相談の演奏により行われ、激しい論争を巻き起こした。初演に立ち会ったグスタフ・マーラーは支援ベルクを擁護した。調整は二単調だが、対法的処方が強調された結果、かなり曖昧になっている。まず、そなた形式の提示部と展開部の後、スケルォと二回目の展開部が現れて第一主題が、 再びそうされる。そして、感情学賞が提示されると、第二主題が再び顔を出し、ロンド部で先行主題や動機が展開される構造に仕上がっている。還元すれば、4楽章すべての主題や動機が一つの楽章に収められており、全曲演奏で43分、1320小説と、長大な楽曲である。最後は2丁調で完結する。 ありがとうございます。